日本講堂がお送りする三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。師匠病気療養中のため伊集院光のみでお送りいたします。よろしくお願いします。今日は敬老の日、長年社会に尽くしてくださったご高齢の方々を敬い、その長寿をお祝いする日です。折しも明日からは秋のお彼岸、ご先祖様を敬い感謝する一週間が始まります。実りの秋には頭を垂れる稲のように、おかげさまでありがとうの心持ちがよく似合いますね。そんな日本人らしい心の優しさが香ります。お線香は黄色い箱の毎日香。長寿といえばこちらも明治生まれのロングセラーです。お彼岸のお線香は日本講堂の毎日香ですね。さて今日のお便りは、沖縄県にお住まいの56歳、チャタンの奥ちゃんさん、男性の方からお便りです。円楽さん、伊集院さん、こんにちは。バイク通勤を自転車通勤に変えて数年、朝夕にかく汗がとても気持ちいいです。通勤時間が片道1時間、たまに面白いことが起きます。最近も職場へ自転車で行く途中、急に雨に見舞われました。信号で止まり、後ろを見るとまだ雨はポツポツ。でも遅刻するので止まるわけにはいきません。しばらく行くとその先は線を引いたように晴れていたりします。こんな天気を沖縄では片吹いと言います。面白いけど片吹いって本当に不思議です。さようなら。片吹いた天気雨のこととは違うのかね。天気雨狐の嫁入りとか言う。でもなんかね、もう今となっては、それが夢なのか、まあ、自分のついた嘘を信じてるのか本当なのか、わかんなくなっちゃってるんだけど、小学校の3年生ぐらいの時に、俺雨の境目に立ったことがあるっていう。ただね、嘘つきだからね。当時も今も嘘つきだから、それが本当かどうかはわかんないんですけどね。でもね、沖縄、初めて、30年前ぐらいに、もっと前か、行った時に、急にスコールみたいな大雨に降られて、ああ、なんかやっぱ沖縄って南国なんだな、みたいな感想を持ったのよく覚えてるんですけど、あ、こっちは本当ね。で、東京も今そういう雨の降り方するようになってきて、いよいよこう、雨の境目に立つことも可能なんじゃないかと。本当になるかもっていう、まあ、嘘ってことでもないんだけどね。六代目円楽です。私ら子供の頃、家族で墓参り行ってと、もうそれだけで嬉しくて、水汲みに草取りと体操張り切ったもんです。心のふるさと大切に、お線香は毎日香。日本講堂、今日お便りをご紹介した方には、お香がある新生活、気持ちもリラックス、そして空間もクリーンに、お香ルーミーをお送りいたします。日本講堂がお送りした三遊亭円楽のお便りくださいでした。日本講堂がお送りする三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。師匠病気療養中ということで、伊集院光のみでお送りいたします。よろしくお願いします。今日からいよいよ秋のお彼岸が始まります。暑さ寒さも彼岸まで、爽やかな季節を迎えた喜びとともに、ご先祖様を敬い懐かしい方々を偲ぶ時、時代が変わろうとも大切に受け継いでいきたい日本の心。だから心を託すお線香も良いものを選びます。日本の良いお線香といえば、やっぱり毎日香ですね。明治に生まれ、令和の今も愛され続けるお線香のトップブランド。お彼岸には日本講堂の毎日香、黄色い箱が目印です。
さて今日のお便りは愛知県にお住まいの主婦山主婦子さんからのお便りです。先日ウォーキングをしていたら胸上げ式と持ち投げの案内看板を見かけました。最近では珍しくないですか？伊集院さんは胸上げの持ち投げって経験ありますか？昔はあちこちの建前で持ち投げに老若男女が賑やかに餅や小銭の包みを拾って大喜びしたものでした。腰の曲がったおばあちゃんが持ち投げになると嘘のような動きで笑えましたが、本当に最近では見かけなくなりましたね。珍しいと思って投稿させていただきました。さようなら。若い子はもう知らないんじゃないかな。建前建前って言ったけどな、餅巻きって言ったかな、うちの方だと。建前あるよーってわーってみんなで行って、お餅とか、みかんとか、投げて、みんなキャッキャ、キャッキャとこう取り行ってましたね。ちょうど思ったのが、うちの前の道が路地なんだけど、その路地のとこでお家を建て始めたの。で、そこで今重機が入ってるから、うちの車の出入りができないわけ。で、そうするとね、もう、ま、揉めんだよね、やっぱりね。そういうのもさ、餅巻きに自分とこの子がもう参加しちゃってたらさ、まあ、黙認せざるを得ないっていうかさ、まあ、その昔も今も、そういうトラブルはあると思うのよ。まして、下町なんかで、あそこはなんか羽振りが良くてお家建てたね、なんてなった時に、ひがむ人もいると思うんだよね。で、それがこう、イベントとしてさ、みんなでこう、建前でこう、餅もらったりとか しちゃったらさ、まあ、しょうがねえかっていう、ね、まあ、そうもあるでしょうよ。で、まあ、しょうがねえかみたいな、そういう効果もあんのかもしんないね。うちの近くの老人の家も餅巻いてくれりゃ俺もね、もう素直に歩きますけどね。星雲、それは、太平です。爽やかな秋空を見上げて、さあ、ご一緒に歌いませんか？こんな爽やかな気持ちで迎えたい、もう秋のお彼岸。お線香は煙の少ない星雲バイオレットをどうぞ。日本行動。今日お便りをご紹介した方にはお香がある新生活、気持ちもリラックス、そして空間もクリーンにお香ルーミーをお送りいたします。日本行動がお送りした三遊亭円楽のお便りくださいでした。日本行動がお送りする三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。師匠病気療養中のため伊集院光のみでお送りいたします。よろしくお願いします。秋の野でひときわ目を引く真紅の花。仏教では伝説上の天界の花と尊ばれる曼珠沙華。お墓参りの道すがらよく見かけることから彼岸花の呼び名がしっくりくる方も多いでしょう。曼珠沙華が燃え立つような鮮烈の赤なら、こちらは心に染み入るような品格の紫。お線香は香り爽やか星雲バイオレットです。星雲バイオレットは煙の少ないお線香売り上げナンバーワン。ソフトでフローラルな香りが広く皆様に親しまれております。お彼岸には日本行動の星雲バイオレットをどうぞ。さて今日のお便りは愛知県にお住まいのシングルオイラーさん、男性の方からのお便りです。円楽さん、伊集院さん、おはようございます。放送で伊集院さんが伸びたカップラーメンが好きだとおっしゃられ、師匠がもっといいもん食いなよとオチをつけていらっしゃいましたね。徒歩56歳、出汁を取った後のかつ節、あれが好きなんです。薄削りじゃないやつをガムでも噛むように、醤油を少し垂らしたやつを酒の肴に、すごく満足なんです。さようなら。師匠も師匠で意外にジャンクなも好きですからね。まあ、いないから言えますけどもね。いや、なんかね、あるんですよね。いや、うちの神さんがね、
僕、すき焼きのあの、油あるじゃないですか。最初に入れる油、最後、もう、その、すき焼きの出汁吸って、くたくたになったやつあるじゃないですか。あれが好きなんですよね。まあ、好きな体型じゃないですかね。あれをさ、白飯の上にさ、乗っけてさ、でいて、その、ちょっとこう、すき焼きの、もう、かなり煮詰まっちゃった、つゆを乗っけてさ、でいて、そう、溶き卵とかももうかなり薄くなっちゃったやつを入れて食べる締めなんかもう最高でしょ？で、今もう食べたくなってるでしょ？みんな本音を言ってくださいよ。で、あれを食べてたら、神さんが、それ毒なんじゃないの？って言うのね。で、それなんでかっていうのが分かったのは、お母さんがあれを毒だっつって食べさせなかったんだって言うのね。で、さらにもう一点するのは、お母さんに会った時に、お母さん、もう込みですき焼きした時に聞いたら、実はお母さんが大好きで、子供に食べられないように毒だって言ってたらしいんだよね。だから、みんな好きなんだよ、あれ。ね、いや、ありますよ。まだまだいっぱいあります。皆さんの、ちょっと恥ずかしいけど、これ好きなのよ、なんてのありましたら教えてください。あら、佐田吉のお土産、レシート付き？あ、それ今日本行動製品のレシートで JCB プレモカード1万円分が当たるかもって聞いて、まあなら応募しようか。夢紡ぐ思い結ぶ夏キャンペーン、詳しくはお店やホームページでね。日本行動、今日お便りをご紹介した方にはお香がある新生活、気持ちもリラックス、そして空間もクリーンに、お香ルーミーをお送りいたします。日本行動がお送りした三遊亭円楽のお便りくださいでした。日本行動がお送りする三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタントを務めます伊集院光です。師匠病気療養中のため伊集院光のみで留守を守っております。よろしくお願いします。お彼岸に入ると空の色もそよぐ風も急に秋めいて清々しく感じられるから、まあ不思議ですね。そんな爽やかな季節には清々しい香りのお線香、日本行動の星雲バイオレットがいいですね。星雲バイオレットは煙の少ないお線香売上ナンバーワン。ソフトでフローラルな香りと上品な紫の色合いが広く皆様に親しまれています。お彼岸には富士山に青い雲を描いた紫の箱、日本行動の星雲バイオレットをどうぞ。さて今日のお便りは福岡県にお住まいの58歳ラジオネームラジジャーノンに花束をさん、男性の方からいただいております。円楽さん、伊集院さん、こんにちは。最近また読書にハマっています。特に SF 小説が好きで、読んでいるこっちも想像力がついた気持ちになれます。お二人は SF って読まれますか？おすすめなものがあったら教えてください。師匠は SF を読んだりとかそれに言及してるのはあんまり見たことがないかな。僕はまあまあ読みますね。まあまあ読みます。で、中でも古いこう SF 小説ってあるじゃないですか。例えばわかりやすいのは1984ってタイトルなんですけど、これは1984年っていう超未来のことを、1950年、それぐらいに書いてる。それぐらいに、書いてる、まあ、SF 小説なんですけど、面白いもんで、2022年からするとそれとっくの昔じゃないですか。で、言って、書かれた当時の想像力とすごく一致してびっくりすることと、逆にそうはならなかったな、みたいなこととかが、なんかこう、とてもこう、より不思議な感じで面白いですね。あとはその SF は難しいのは、その年代、その書かれた当時のみんなの、科学的知識と寄り添ってるので、
今みたいにすごく個人差が大きいとみんなに受ける SF は難しいんじゃないかなってちょっと思ったりもしますね。星雲それは太平です。爽やかな秋空を見上げてさあご一緒に歌いませんか。こんな爽やかな気持ちで迎えたい、もう秋のお彼岸。お線香は煙の少ない星雲バイオレットをどうぞ。日本行動。今日お便りをご紹介した方にはお香がある新生活、気持ちもリラックス、そして空間もクリーンにお香ルーミーをお送りいたします。日本行動がお送りした三遊亭円楽のお便りくださいでした。日本行動がお送りする三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。師匠病気療養中のため伊集院光のみでお送りしております。よろしくお願いします。今日は秋のお彼岸のお中日、秋分の日、国民の祝日に関する法律に祖先を敬い亡くなった人々を忍ぶとあるように、お線香とお花を持ってお墓参りに行く日です。秋空の下、ご先祖様へのご供養を通じて肌で感じる自分たちが今こうしてあることのありがたさ。そんな日本の美しい習慣に香り立つ、日本の良いお線香、黄色い箱の毎日香です。毎日香は穏やかな白檀の香り。明治に生まれ、令和の今も愛され続けるお線香のトップブランド。お彼岸には日本行動の毎日香をどうぞ。さて今日のお便りは愛知県にお住まいのラジオネーム9月が誕生日さん、女性の方からいただいております。円楽賞伊集院さん、こんにちは。ちょっと聞いてちょうだい。この前友達と買い物に行って帰ってきたら玄関の前で気がついたの。あれ？鍵がないって。バッグの中をひっくり返してもどこにもないの。困って近所に住む息子に電話。お嫁さんがわざわざスペアキーを持ってきてくれて、なんとか無事に家に入ることができました。ほっと一安心したら、ポッケの中から鍵が出てきたの。もう本当に嫌になっちゃう。お二人はこんな経験ありますか？お二人はで言うと、師匠はそういうとこ全く見えなかったなぁ。これを持ってきてくれよって弟子に言った弟子が忘れて、師匠が困ることはいっぱいありましたよ。いないから言えますけども。またお説教がぶり返しますが、何十年前のお説教をここでされることになりますからね。僕はね、これまさに今タイムリーで、宅配ボックス。宅配ボックスの鍵をなくしちゃったんですよ。それも、前になくしてて、これスペアもうないからねっていう、これ最後の一個だからねって言われてるやつをなくしちゃったんですよ。だからね、ここ一週間ぐらい何かが届いてます。何かが宅配ボックスの中に入ってんですけど、どうしていいやら、どうしていいやら状態ですね。皆様もお気軽にお便りでご参加ください。宛先は郵便番号 107-8691港区赤坂郵便局支所箱4号三遊亭円楽のお便りください。たくさんのお便りお待ちしております。定吉が送ってくれた緑の箱の毎日子、菩提樹と白檀の香りで煙極小香りを抑えめ、残りがも少ないナチュラルな使い心地。お彼岸を大事にしてくれてありがたいですね、お父さん。お彼岸のお線香は毎日香ナチュラル。日本行動。今日お便りをご紹介した方にはお香がある新生活、気持ちもリラックス、そして空間もクリーンにお香ルーミーをお送りいたします。日本行動がお送りした三遊亭円楽のお便りくださいでした。